はい、今日は2月の26日夜9時20分になるところです。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、三張りマン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、ちょっとズボラしてこのライブ1週間ぶりぐらいですかね。と言いますのはね、何もこれライブをねサボったわけではね、今までサボっていたわけではなかったんですね。と言いますのは、今ね私大変ねおかしな不思議な変なこの東大阪のね行政、この行政というのは政治が行って決定してそれをね施行する、これが行政ですね。というのはこの行政を行うにあたってはね、議会というもの、市長というのはよくね言われるのが市長、役所ですね、職員のことを当局、議会から見たらね、さまざまなもんで議会で行われるときには質疑応答ができるときには当局が予算を計上して、そしてそれを議会議員が議場で審査して、そして参決を取って予算が施行される。じゃあ昨日発表あった東大阪市の予算は2060億円なんですね。さあ2000億円なんですよ。ちょっとしたね、この県の予算ではないかなと思うぐらいの予算の計上なんですね。このようなコロナの時期において予算がたくさん取れるということは、まあ市民にとってはね嬉しいことなのですが、ところがこの東大阪市においてはね、コロナ感染拡大により家から出るな、外にも出るな、遠くに行くな、このようなね緊急事態宣言、さらにはね予防宣言が出されている中においても、47都道府県1700市町村で去年と一昨年においてね、国が下されるね給付金よりも別に市町村においては5万円、3万円、それが市民のね、一人一人に下されたということがね、全国にそのようなニュースが駆け巡りましたね。しかし、この東大阪市、野田市長は、この2年間の間に、市のね、財政の中から国民一人、市民一人に1万円の金もね渡す、金がないと言って渡していない。また私たち東大阪市民50万市民は1円の金も東大阪市からもらっていないわけなんですね。野田市長が公表したのは去年一昨年ですね。国から下される助成金の窓口を作った、ね、国から下される母子家庭の給付金の窓口を作った、1万円で1万5千円の買い物ができる窓口を作った、商品券を発売した、このような行政の中でコロナウイルス感染拡大の中においても東大阪市民に下される1万円の金も配布できていないわけなんですね。そのような時に今年、来年度ですね、予算は2060億円。このように発表したわけなんですね。東大阪には38名の市議会議員がいるんですが、この野田市長は誕生したのがね、平成19年だったんですね。平成19年の9月の選挙で当選して、
早4期終わって5期ね、4期目で現在12年ね、16年、今15年目なんですね。あと1年で16年。どうも噂によるともう1期ね、この東大阪の市長に居座る、このような市長がね、私が毎年さまざまなね、利権疑惑、これを調査しているわけなんですね。そしてこの1週間というものを、私はね、ある入札に関わる、ひょっとしたらこれは談合ではないかという、この疑惑、不審疑惑を調査しているわけなんですね。現在、大阪府政は、日本維新の会代表が松井一郎という大阪市長ですね。さらには副代表が吉村ね、大阪維新の会と日本維新の会というのを選挙の時に党として公表して、その中からね、全ての現在の大阪府においては維新の会の議員が当選している。皆さんね、選挙というものは実に面白いもので、市民が変わったことをね、自分たちが思っていることをやってくれるという公約に掲げたものに東電支援者は票を入れますね。ところが現在この私たちのこの東大阪の要請において、維新の会当選している議員が8名いるわけなんですね。そして先の昨年の11月の衆議院議員選挙も維新の会の議員が当選しましたね。維新の会の一番の公約のキャッチフレーズは、古いものをやめて新しいものを施行するという改革ね、要するに維新ですね。これを行うというのが第一条の公約のはずなんですね。ところがね、皆さん、政治で世の中を変えるということは、その上辺だけの行政を知っていても中身の問題、つまり政治家というものが政治という自信をはっきりと勉強して知らないと、当局と言われる役所の市長や職員ですね、これはプロですね。要するに税金を集めて、それをね、さまざまな市の行政として、国の行政として振り分けしていくね、振り分けするにはまず見積もり積算ですね、これをしなければならない。そしてこの積算をしてやっていくね、能力はすべて職員やるわけなんですね。さあ、職員が2000億円のお金をさまざまなね、市民のために使う、それを計算して振り分けするのですからね、相当勉強したものでないと、その2000億円の予算を振り分けする、平等にね、その箇所箇所に置いた、その部署に置いた見積もり積算ですね、それを出してこれでいいだろうということを議会議員に審査してもらう。さあ、この
議会でその出された当局役所が出してきた市長やね、その担当課が出してきた予算を審査する、この審査能力がないものが現在の市議会議員や府会議員を担っているのが悪政府債へつながっていくのはどういうことかと言いますと、役所の市長の配下である職員のね、管理能力が崩壊したときに悪政府債が施行される。しかし議員が議会でその審査、つまり監視監督義務を行政と一緒になってそれに加担して税金の食いつぶす方へ方へ、つまり通り通略、私利私欲、こりこ略、このように市当局が計上してきた予算をそれに認める代わりに己らもその利権にたかっていく、こういう役所の本体が今全国の都道府県、さらには市町村で行われている社会になってきた。皆さん、ですから今市民や、ね、国民全体、そして市民、町民、村民が今の国はおかしい、政治家の姿がおかしい、市町村のやり方がおかしいという声がだん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 大きくなってきていると思いませんか。そのために私はこの東大阪市のさまざまな問題、市民から聞いたことをもとにして、それを徹底的に調査をしている懸案が今あるわけなんですね。そのために私が以前から正確に言うと17年前ですね、17年前に設立した政治団体、この政治団体を改めて表に出して活動していこうかなと思っているわけなんですね。私はもともとね、政治結社というものを持っていました。しかしその政治結社というのは皆さんご存知のように愛国者思想でありますが、世間社会から言われるのは右翼団体なわけなんですね、政治結社というのは。ところが政治団体というのは国会議員も県会議員も持っているように、その本人が例えば政治的な活動を行うために団体を設立する、これがそうなんですね、政治団体。ところがね、この政治団体というのは全て国の管轄下の総務省ね、ここが管理しているわけなんですね。私はこの政治団体というね、登録、私が代表とした政治団体ね、4つ持っているわけなんですね。一番古いのが地球環境問題会議という団体なんですね。これは環境に、皆さんにいつもね、私がね、川の河川の調査、さらには山林の調査、産業廃棄物の調査、これを行っているのが地球環境問題会議というね、環境問題で元にこれを基本に調査して、そして皆さんに広報している。そして国土交通省や近畿調整備局など河川課、さらには環境課にね、調査したものをね、強制して
いただくように要望していく。これが地球環境問題会議。この団体は今から27年前なんですね。早いものですね。設立してね、一時は開店休業届けはしているがね、毎年これはね収支決算というのを選挙管理委員会選管というところにね、これは大阪府の管轄で、全ての政治団体は大阪府に届けをするわけなんですね。各市町村の県会議員であろうが国会議員であろうがね、これは都道府県の県会議員や市会議員町会議員はその都道府県のね町にあります本庁に行って政治団体として届けを出す。これが届けを出したら全て国の総務省へその団体名と代表者名、さらには会計責任者が登録されるね。こうして皆さん団体をね、政治家もね、同じく民間団体でも政治的活動する団体があれば当然それをね、登録するね。これは法務局に登録するんではないわけなんですね。法務局に身近で登録すると言ったら、あの NPO 法人ね、さらには会社登録とかそんなもんですね。ところが団体、政治団体ね、こういうものはね、総務省の管轄ですから、これは法務省ではないんですね。法務ではありませんから、法務局ではありませんね。これは選挙管理委員会ね、ここが選管というところに届けを出して、それが総務省でね、管理されている。さあ、この地球環境問題会議が早27年、もう30年になりますね。そして、二つ目に古いのが、ね、持っている団体名ですね。河内維新の会。ね、さあ、この維新の会というのはどっかで皆さん聞いたことがありますね。今、大阪で大流行りの、ね、全国に飛び火をしている維新の会という団体、ね、政治団体ですね。党ですね。国会議員もいますから党ですね。政党ですね。維新の会という政党。ね。これを河内維新の会。私、このね、東大阪一帯、八尾から藤井寺、ね、さらには主要のあて片野まで河内平野と言われた、この中に維新の会、河内維新の会というのを団体設立したのはね、今から確かね、14年ぐらい前だったと思うんですがね、河内維新の会。ね。そして同時に、維新の会東大阪というのを登録しているわけなんですね。さあ、今から6年、7年前、ね、この大阪府において、維新の会何々、維新の会どこどこというね、その市町村の名前をつけて、選挙に立候補して、ね、多くのその維新の会を名乗った、ね、ものが当選した。さあ、この大阪維新の会を立ち上げたのが、今はね、テレビよく出て見かける橋本徹氏ですね。この橋本徹氏が大阪府知事になるときに、立候補するときに、ね、知事になってからですね、大阪府知事に当選して、ね、次に、この大阪市長、ね、なる前に、維新の会というのを、ね、確かね、5人ぐらいで、政党を作ろうと言って、立ち上げたのが、大阪維新の会、そうですね。確か今から10年、11年ぐらいになるんじゃないですかね。平成30年
ね、ですから平成今33年4年目ですから、確かに平成21年、平成20年か21年だったと思うんですね。大阪維新の会というのを橋本徹氏と、この東大阪にね、今は政治家を引退した青野剛というね、当時今からね5年6年前までは府会議員、ね、になっていた、出したは5人ぐらいで大阪維新の会を立ち上げて、それがみるみる間にね広がって、そして今ではこの大阪では大阪維新の会を名乗っている議員のいかに多いことか。ところが皆さん、この橋本徹氏や松井一郎、さらには吉村知事ですね、この政治家、私は政治家とは認めませんに、政治家が現在松井一郎市長と吉村知事が何を力に入れているかね、これは後でちょっとお話ししましょうね。私が河内維新の会と維新の会東大阪を設立して選管に届けを出していた、ね、東電団体として選管に届けを出しておれば、1年に1回必ず収支報告、ね、これをちゃんとしなければ、ね、1年経って収支報告が総務省へ届かなかったら、ね、2年目にはもう消滅団体として総務省が除外するわけなんですね。ですから自分が作った登録したその団体名は活動しなくても必ずね、ゼロ申告でもいいから登録したものはちゃんとね、行って選管に収支報告というのを届けをする。ね、地球環境問題会議と今ね、私が前面に看板を出して活動しているのが地球環境問題会議と、一番新しく作った団体名が、ね、政治団体が見張り番東大阪という、ね、この団体名なんですね。この東見張り番東大阪と地球環境問題会議、この2つをツアーコマは、ね、使い分けて、ね、私が現在活動しているわけなんですね。さあ現在大阪で維新の会の議員の連中と話をすると、役所が予算を計上して出してきたものを精査するだけの能力のないものが市議会議員として当選している。皆さん、つまり橋本徹氏や松井一郎市長、さらには吉村知事、このような連中らがトップである大阪維新の会や日本維新の会、その名前に大阪府民が踊らされて、それが何かやってくれるだろうと言って、この10年間市民が大阪維新の会の立候補者に投票しているために、この維新の会という議員ですね、12年3年各大阪には42市町村がありますが、大阪維新の会になってから市町村で何か変わりましたか？この自分たちの町で何か変わったような
維新の会の議員が誕生して、その市の行政が変わった町がありますか？ほとんどこの連中らは政治というものがね、どのようにして政治家が活動しなければならないかというのを日本の歴史を知らずに単なる維新の風で当選している輩がいかに多いことか、それはどのようにしてわかるかといったら、私と面談したらすぐにわかるわけなんですね。なぜならば、私は何が好きかと言いますと、私はね、自慢をするのが、中学卒業、それで私はね、自信を持っているのが、役所の職員と対応するときに、まずは私より全員 100% のものが学歴は上な人たちばかりですね。高校卒業、大学卒業、そうですね。私は中学卒業なんですね。しかし趣味で政治をちょっとだけ勉強したわけなんですね。皆さん、人にはそれぞれ趣味がありますね。その趣味に打ち込んでいったら、つまり知らないことでも知ろうとする意欲が出てきますね。そのためにバリバリの大学の法学部を出た者が各市町村の総務部法務課というところに在籍していますね。その連中と対面して行政の在り方を正すときに、ある程度法律に触れる行政、それを勉強しないと、どこがおかしいのか、どこが不思議なのか、どこが変なのか分かりませんね。ですから、そのようなことばかりを勉強して自分で趣味としてやっていったら、なんと役所の悪性不正の追及、さらには悪性不正に加担している議員の追及、これを主体として現在私は活動することに本点を置いているわけなんですね。そして皆さん、今から私がこのライブを通して初めて皆さんに広報します、私が17年前に設立して開店休業としていた維新の会東大阪、ついに来月からこの看板を掲げて東大阪の野田市長や、さらには教育長、さらには38名の市議会議員に対処していこうと思いますんですね。そのために私はこの1週間、おかしな、不思議な、変な行政、徹底的に調査をしてきたわけなんですね。ですから皆さんにこのライブ1週間ほど広報することがね、手薄になっております。